平野翔の歌唱力が神レベル。プロも認める実力に涙が止まらない、ナンバーアンダーラインアイ、メンバーの魅力を徹底解説、平野翔がンゆうた神宮寺ユータ。平野翔が日本国内外で圧倒的な人気を誇る理由は、その幅広い才能と、あらゆる場面で発揮される魅力にあります。彼はアイドルグループナンバーアンダーラインアイの中心的なメンバーでありながら、ただのアイドルに止まらず、 歌手としての技術やダンスパフォーマンス、さらにファッションアイコンとしての影響力、そして俳優としてもその才能を発揮しています。このように多面的な才能を持ちながらも、彼の人気の根底には人間味ふれる性格と謙虚さがあることは見逃せません。これは彼をただの芸能人以上の存在にし、ファンにとっては親近感を抱かせる大きな要因となっています。彼の歌唱力は、 他のアイドルとは一線を画すほどの実力があります。ナンバーアンダーライン愛の楽曲では、しばしばリードボーカルを務め、その感情豊かな声で多くの人々を魅了しています。特に、感動的なバラードでは、その歌唱力が一層引き立ち、聴衆に深い印象を与えるのです。彼の歌声は、ただのパフォーマンスではなく、聴く者に心からのメッセージを届けるような力強さがあります。これが、 彼が音楽シーンで成功を収め続けている理由の一つでしょう。さらに、彼のダンススキルも見逃せません。ナンバーアンダーラインアイのステージでは、彼のパフォーマンスが中心となり、他のメンバーとの完璧なシンクロや、難易度の高い振り付けを自然にこなす姿がしばしば見られます。その動きは力強く、かつしなやかであり、彼の持つエネルギーがステージ全体を引き立てています。 観客は彼のパフォーマンスを見るたびに、その技術の高さに驚き、次のステージに期待を寄せるのです。平野翔が多くのファンに支持される理由は、その才能だけではありません。彼のファッションセンスも大きな要因の一つです。彼は、カジュアルなスタイルからエレガントな装いまで、幅広いファッションを着こなし、常にトレンドをリードしています。彼が着るアイテムやコーディネートは、瞬く間に注目され、 ファッション誌や SNS で話題になることもしばしばです。特に若い世代の女性ファンにとって、彼のファッションは真似したいと思わせるほど魅力的なものとなっています。また、彼のコミュニケーションスキルも注目すべき点です。テレビ番組やイベントでの彼のトークは、軽妙でユーモラスでありながら、相手に対する気遣いが感じられます。そのため、彼が MC を務める番組では、視聴者だけでなく、 共演者からも高い評価を得ています。彼のトークには、見るものを笑顔にする力があり、その親しみやすさが、より多くの人々に愛される理由となっています。加えて、平野翔の演技力も彼の多彩さを象徴する要素です。ドラマや映画では、さまざまな役柄を見事に演じ分け、その幅広い表現力が高く評価されています。彼は、ただセリフを読むだけでなく、 役柄の内面に深く入り込み、観客に強い共感を呼び起こす演技を見せます。そのため、彼が出演する作品は、しばしば高視聴率を記録し、演技賞のノミネートも多数あります。彼の演技には、リアルな感情表現があり、それが視聴者を物語の世界に引き込む力となっているのです。平野賞の人気は、日本国内にとどまらず、国際的にも広がっています。これは、 彼が積極的に SNS を活用し、世界中のファンとのコミュニケーションを大切にしているからです。彼のインスタグラムやツイッターでは、舞台裏の様子やプライベートな一面が垣間見え、その親しみやすさから海外のファンも急増しています。また、彼の SNS での発信が、彼の最新情報をいち早く世界に届ける手段となり、グローバルなファンベースを拡大する助けとなっているのです。さらに、 彼の人気の一員として、デジタルメディアの発展も挙げられます。特に、彼が出演するミュージックビデオやドラマは、YouTube や Netflix などのプラットフォームで配信され、瞬く間に多くの視聴者に届いています。これにより、彼のパフォーマンスや演技が日本国内外で評価される機会が増え、さらなる知名度の向上につながっています。また、彼が SNS で発信する情報や写真が、 ファンとの距離を縮め、より一層の支持を集める要因となっています。彼の成功には、社会的なトレンドや時代の変化にも対応していることが大きく影響しています。例えば、コロナ禍でのライブイベントの中止が相次ぐ中、彼はオンラインでのパフォーマンスやファンイベントを積極的に取り入れ、ファンとの絆を保っています。これにより、リアルなイベントが制限される中でも、彼の人気は衰えることなく、 むしろさらに強固なものとなっています。平野翔の成功の裏には、彼自身の努力や才能だけでなく、ファンとの強い絆があることも忘れてはなりません。彼は常にファンを大切にし、彼らの声に耳を傾け、感謝の気持ちを伝え続けています。その姿勢が、彼のファンベースをより一層強固にし、長く愛され続ける理由の一つとなっています。また、彼の人柄の良さも、 多くのの人々に愛される理由の一つです彼は、共演者やスタッフからも非常に信頼されており、その謙虚で誠実な性格が多くの人々に好かれています。彼のインタビューや舞台裏での様子からも、彼の素直で真摯な態度が伝わってきます。そのような彼の姿勢が、彼の成功を支える大きな要因となっているのです。平野翔、元優太、神宮寺優太が所属するナンバーアンダーライン愛は、 単なるアイドルグループの枠を超え、幅広い世代に愛される存在となっています。彼らの成功の背景には、もちろん音楽やダンスのスキル、ビジュアルの魅力、そしてチームワークの完璧さがあることは言うまでもありません。しかし、彼らが他のアイドルグループと一線を画す理由は、それだけにとどまりません。彼らの魅力をさらに掘り下げていくと、現代のデジタルメディアの活用や、 社会的なトレンドとの絶妙なリンクが浮かび上がります。まず、平野翔はその多彩さで際立っています。彼は歌やダンスだけでなく、演技や MC など、幅広い分野でその才能を発揮しています。多くのアイドルが一つの分野に特化する中で、平野は多方面で活躍し、そのどれもが高い評価を受けています。このような多彩さは、彼を他のアイドルから際立たせ、 幅広いファン層を獲得する要因となっています。また、彼のカジュアルでありながらも洗練されたファッションセンスは、多くの若者に影響を与えており、彼が着るアイテムはすぐにトレンドとなることもしばしばです。彼のファッションに対するこだわりやスタイルは、彼自身のキャラクターとも密接に結びついており、彼の魅力をさらに引き立てています。岸優太もまた、ナンバーアンダーライン愛の成功に大きく寄与しています。 彼の持つリーダーシップは、グループ全体の結束力を高め、メンバー同士の信頼関係を築く基盤となっています。騎士は、その穏やかでありながらも強い意志を持ったリーダーシップで、グループを支えています。彼はまた、音楽的な才能にも優れ、特にハーモニーやコラスパートでの役割が大きく、グループ全体のサウンドを引き締めています。彼の音楽への深い理解と技術は、 ナンバーアンダーライン愛の楽曲に深みを与え、その完成度を高めています。神宮寺勇太は、その明るいキャラクターとカリスマ性で、多くのファンに愛されています。彼のユーモアセンスや社交性は、ファンとの距離を縮める重要な要素であり、ライブやイベントでのパフォーマンスにおいても、彼の存在感はひときわ大きいです。彼の自然体でリラックスした態度は、他のメンバーにも良い影響を与え、 グループ全体の雰囲気を明るく保つ役割を果たしています。また、神宮寺のダンススキルも特筆すべき点であり、その流れるような動きとリズム感は、パフォーマンスにおける彼の強みです。彼のダンスは、楽曲に独特のエネルギーを与え、観客を魅了します。彼ら3人が織りなすパフォーマンスは、まさに一体感に満ちています。それぞれが異なる個性を持ちながらも、 ステージ上では完璧に調和し、互いの強みを引き立て合っています。彼らのパフォーマンスを見たファンたちは、単なるアイドルグループ以上の存在として彼らを認識し、その深い結束力に感動を覚えます。これが、ナンバーアンダーライン愛が多くの人々に愛される理由の一つです。しかし、彼らの成功の鍵は、単に音楽やダンスのパフォーマンスにとどまりません。現代において、 デジタルメディアの活用はアーティストにとって不可欠な要素となっており、ナンバーアンダーライン愛もその波に乗っているグループの一つです。彼らは SNS や動画配信プラットフォームを効果的に活用し、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。特に平野は SN、SNS での発信が非常に活発であり、その投稿は毎回多くの反響を呼びます。彼の投稿には、日常の何気ない瞬間から、ステージ裏でのエピソードまで、 ファンにとって貴重な内容が満載です。これにより、彼とファンとの距離が縮まり、より親近感を持たれる存在となっています。さらに、彼らがリリースしたミュージックビデオは、瞬く間に話題となり、数多くの再生回数を記録しました。その成功の背後には、緻密な戦略と計画があり、デジタル時代におけるマーケティングの巧みさが光ります。特に、SNS でのティーザー映像や、 ファンとのインタラクションを通じて期待感を高める手法は、他のアーティストにとっても参考になるものでしょう。これらのデジタル戦略が、彼らの知名度を一気に押し上げ、グローバルな人気を獲得する一因となっています。また、彼らの成功の背景には、現代の社会的なトレンドや時代の流れとの巧妙なリンクもあります。例えば、コロナ禍におけるライブイベントの制約が続く中で、 オンラインでのパフォーマンスや配信が主流となりました。ナンバーアンダーラインアイは、この変化にいち早く対応し、オンライン上での存在感を強めました。彼らは単にパフォーマンスを配信するだけでなく、インタラクティブな要素を取り入れることで、ファンとの絆をより強固なものとしました。このような柔軟な対応力も、彼らが支持される理由の一つです。